ンネル。今回元社員が教える丸紅就活対策ということでゲストをお越しいただいております、梶賀野さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと簡単に自己紹介をお願いいたします。梶賀野と申します。丸紅にはですね2014年に入社しまして、新卒から6年間程度、勤めておりました。主にいた部署としてはエネルギーのトレーディング系の部署におりました。でうちアメリカの方に2年の、出向の方も経験をしております。で2020年の8月からストックさんの方に参画しております。この今机アウェーですから熊谷さん確かめっちゃ制圧されてる、ね、数的にあれですかね、はい、ギリカード取ってるんでね、まだ挟むのが上げ出しの可能性あります。そもそもこう就活始めた時期ですとか、なぜこう総合商社ですとか丸紅に受けようと思われたか、このあたり教えてください。私就活2回してまして、就職留年してるんですね。休学してる時に、海外インドに2ヶ月3ヶ月ぐらい滞在してて、でそれもあって海外での勤務とか、はい、海外で仕事をすることに結構興味が出てきてですね、それで帰国してその2回目の就活の時に、まあ、海外案件に関われる商社であるとかメーカーであるとかっていうのを結構受けてまして、その一環の中で、まあ、商社メーカーと比べてそのものを持ってなくて、その自分たちのアイデアであったり身一つで自分たちでビジネスを作っていけるっていう、そういうところの、まあ、機敏性というか、というところに惹かれて商社を志望してたという形になりますね。就職留年されて2014卒ということは、もともと2013卒世代っていうことですよね。そうです、そうです、はい、なんでここをやり直されたかも深く聞いても大丈夫なもんですか。業界絞りすぎてしまったんですね。はい、もともと私、2013年の時はマスコミを結構受けてですね、マスコミの筆記試験とか結構特殊な点数が求められてですね、そこに結構集中してたんですけど、はい、4月開けてみたら結構全滅してしまってですね、業界を狭く見すぎてしまったっていう後悔があって、ちょっともう一回やり直したいなっていう気持ちがあって留年したという次第です。はい、面接選考のフローというところを教えていただきたいんですけれども、全部で、3回あって、はい、一時は若手の年次の人が面接官で、僕らの時は2対1でした。学生1の面接官2で、うん、まあ、今ちょっとあれですけど2時にもうちょっとレベルの課長級というかぐらいの人が出てきて、で、まあ、3時で最終で、役員級ですね、という名前になります。逆に面接官側はやられたことありますか。あ、やりました、やりました。面接官側でこうどういう質問するとか、なんかお話できる範囲のことあれば。それはでもオーソドックスですけど、はい、学生側として受けた時とあんま変わってなくて、まあ、学生時代頑張ったこととか、はい、志望動機とか、結構オーソドックスな質問をどんどん中心に聞いてくる形になってたと思いますね。はい、オーソドックスな質問の中で、ご自身が就活生の時に受けている時に多分こういうとこ見られてるんだろうなっていう憶測、推測の部分と、実際に面接官になってみての、いわゆるその人事からの指示が来る評価項目とか、ここを見てくれっていうものって一致はしてましたか。概ね一致してたと思いますが、でもやっぱ面接官になるとよりこう、なんで端的に話してくれた方が助かるとか、そこがより重要だったのかなと思いますね。やっぱりこう1日に何十人の方とも話を聞くので、やっぱちょっと午後に見据えてね、ちょっとだんだん集中力がみたいなところどうしても人間ですので、はい、やっぱそういうところもあるので、まあ、やっぱ端的に結論から話すとか、そういうコミュニケーション力っていうのは大事なのかなっていうのはより強く思いましたね。はい、となるとじゃあ評価項目は結構ご覧になってる、特に優秀層の皆さんご想像通りがほぼほぼだけど、より端的な方が評価が高いと。おっしゃる通りですね。はい、ありがとうございます。どうしても五大商社とかっていうふうに並べられたりもすると思うんですけど、なぜ丸紅なのかというのは必ずこう面接進むにつれて聞かれるかなと思うんですが、そのあたりこうどういうふうにお答えされてたんですか。僕の場合で言うと、もう最後は人っていうふうに答えてまして、実際OB 訪問も結構各商社行ったんですけど、一番丸紅が多くて5人ぐらいしたんですよね。で結構なんか人柄とかも結構合うなっていうところがあって、はい、そこで最後は人っていうふうに私は答えてました。実際に入社後配属されたのはどのような部署でしたか。当時のエネルギー部門っていうところに配属されて、そのエネルギー部門の中のトレーディング部署の採算管理 PL を自家評価していくらなのかっていう、その計算する部署だったり、であとはそのリスク管理系のそういう部署にいました。希望と現実のギャップはありましたか。最初まあね、商社マンといえばね、出張バンバン行って海外飛び回ってみたいなね、よく思うかと思うんですけど、まあ、どっちかというと管理系の部署だったんで出張ってそこまで多くなくて、そういう面ではエアギャップだった部分はあったかなと思います。商社ってすごくリティムっていう風にイメージがあるかと思うんですけど、本当に部署によりけりで、そういう意味で言うと私は思ったよりはあんま長時間労働ではなかったなっていうのはありますね。うんうん、前僕が内定チャンネルかなんかで、丸紅でも部署によっては忙しくない人がいるとか、なんかそういう話を多分したことあるんですけど、はい、それ彼の話なんですよ。本当に部署によって千差万別なので、はい、やっぱその徹夜じゃないですけど、まあ、毎日終電逃すっていう人も当時はいましたし、片やそのね、6時7時ぐらいに帰宅するっていう人もいますし、本当ね、部署によって全然違うっていうのが
正直なところですね。高校の同級生なんで昔からよく遊んでたんですけど、丸紅に入ってからそんなに忙しい姿を見たことがなかったんで、たまに土曜日出勤するとかそういうのは見たことありましたけど、商社イコール激務だと思ってたら意外と一番身近な商社マンはそうでもなかったんで、そこはなんか意外でしたね。特に最近結構ね、いろいろ規制の方も厳しくなってますし、そうですね、まあ、だんだんそういうね、緊張はどんどん年々強くなってるのかなという気がしますね。入社1年目からの年収推移教えてください。入社1年目の時はざっくり440-450ぐらいですかね。2年目3年目になってくるにつれて、まあ、だいたい500-600と増えてるようなイメージですかね。30前後で、まあ、だいたい1000万ぐらい到達するかなっていうところだと思います。先ほど最終面接であの人っていうところを訴求したってお話あったと思うんですけど、おそらく多分なんだかんだ総合商社を受ける方、まあ、丸紅に限らずですけど、大体皆さん最終面接絶対人って言うと思うんですけど、その中でもこう納得感出すために心がけたエピソードですとか攻略法みたいなとかあれば、そこの差別化みたいなところを教えてほしいです。やっぱ相手にいかに具体性、こいつ本当にそう思ってるなって具体的にイメージさせるというのがすごい大事だなと思っていて、そういう意味でやっぱ OB 訪問した社員 その具体的な仕事内容とか、はい、あとは実際その社員名を個人名を出すのでもそれでもいいと思いますし、その仕事の内容がどういうところを魅力的に感じたかっていうのを、まあ、具体的に熱を持って話せるか、そこがやっぱ差別のポイントなのかなと思います。具体性と説得力というところがポイントですね。はい、まあ、であとは本当にこの商社でしか、はい、まあ、各商社でここの商社でしかやってない強みの事情とかって一応あると思うんですよ、はい、で本当にどうしてもそこに行きたいんであればもうそこ一点でこうするのもありだと思います、はい、その代わり商社って一応配属リスクがあると、そうですね、承諾した上でのやっぱ面接、学生としてもその承諾した上での面接を受けることってある程度の前提じゃないですけど、はい、思ってると思うんですけど、もうそこを突破する、それを振り払うぐらいの強い熱意と意思があるんだったら僕はもうここしか行きたくないんですってというふうにアピールするのも一種差別化する要因にはなるかなと思います。なるほど。中にはそういう人もいます。そうなるとある程度切り返しちゃんと用意しておかないと、結構それこそ配属全然違うところだったらどうするのとか、そうですね、どうしてもその仕事こだわるんだったらそういう専門商社行けばいいじゃんみたいなこと言われた時にどう切り返せるかみたいなやっぱポイントになりますよね。そうですね、おっしゃる通りですね。ちょっとまた別の回でもですね、あのご出演いただいて、今度は海外赴任、実際にアメリカ2年間行かれてるということなので、そちらの内情ですとかお話も聞いていければと思います。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。